スー・グラフトンはアメリカ合衆国の推理作家、ケンタッキー州ルイビルで弁護士で推理作家の C.W. グラフトンの娘として生まれた。1961年、ルイビル大学を英文学専攻で卒業後、カリフォルニア州サンタモニカやサンタバーバラの病院で受付や秘書として働いた。小説を書き始めたのは18歳の時で、 諸女作が完成したのはその4年後だった。その後6作を書き上げ、諸女作を含め7作のうち2作は出版されたが、日の目を見ることはなく、脚本家へ転向し、その後約15年間テレビ映画の脚本を執筆した。1979年、Walking Through the Fire の脚本で、クリストファー賞を受賞。夫、スティーブン・ハンフリーとの共同で、アガサクリシティの カリブ海の秘密と、忘れられ主や、キラー・イン・ザ・ファミリー、ラブ、オン・ザ・ランのテレビ用の脚本を手掛けた。脚本家として活動するうちに、もう一度小説を書きたいと思うようになった。夫との離婚協議が6年も続いた後、夫をいかに殺すか、いかに傷つけるかと想像を巡らせていた。その想像が次第に鮮明になっていったことが、それらを小説に書く決め手になった。 タイトルに色の名が含まれているジョン・ディ・マクドナルドやハリー・ケメルマンの推理小説が好きだった。また、エドワード・ゴーリーのギャシュリー・クラムのちびっ子たちというアルファベット順に子供たちが死んでゆく絵本を読んでアルファベットにちなんだ作品を読むアイデアが浮かんだ。すぐに机に向かい言葉に関する犯罪を知る限りリストアップした。後にアルファベットノベルとして知られるようになる。 このシリーズの主人公、キンジー・ミルホーンは、カリフォルニア州の架空の都市サンタ・テレサに住んでいる。同都市は、ロス・マクドナルドが、自身の小説で、サンタ・バーバラをモデルに創作した都市で、クラフトンはマクドナルドへの尊敬を込めて、サンタ・テレサを舞台に選んだ。キンジー・ミルホーンは、サラパレツキー描くところのシカゴの女探偵、v i ーショースキーと同じ都市の登場であり、 本国でも日本でも三回と呼ばれる女性作家による女性読者のための女性探偵のブームを共に牽引した。元弁護士、大柄で格闘技にも優れた戦闘的性格の vi に比べ高卒の元警官、白人女性としては中税の金人は気は強いものの警察や関係者にも協調的で聞き込み先の掃除や洗い物を手伝ったりしながら、 事件に入り込んだりするという対照的性格を持つ。体は鍛えているものの銃を撃てる以外に格闘技の心得はないにもかかわらず肉弾戦に巻き込まれることはしばしばで叩きのめされたり花を折られることも多い。友人として80代の家主ヘンリー、行きつけの料理店を経営するハンガリー人女性ロージー、元勤務先の保険会社に属する女性ベラ。 同じくダーシーらが何人かの刑事と、友レギュラー、純レギュラーとして登場し、シリーズに彩りを添えている。1982年に、シリーズ第一作、アリバイの絵を刊行。1990年、第七作、探偵の G の出版後に、脚本家を辞め、専業作家になった。シリーズの時間軸は、現実より、遅く、例えばシリーズ第十七作。 獲物の旧は2002年に刊行されたが作中では1987年の設定である。近年は2年おきの発表ペースとなっており、2015年の X では初めて頭文字で単語につなげるスタイルを止めて一文字タイトルとなったが、自作は元のスタイルに戻った。ただし、日本では2005年7月のロマンスの R 以降10年以上翻訳刊行が途絶えており、 2016年現在では、期間分もすべて絶版となっている。作品はブルガリア語やインドネシア語を含む26、過酷語に翻訳され28カ国で出版されている。作品の映像化を拒否しているが、自分の死後に子供たちが映像化の権利を得るのではないかと心配している。グラフトンはアメリカ探偵作家クラブの会長を務めている。私生活では2度の離婚歴があり、 現在の夫、スティーブン・ハンフリーとは結婚して20年以上になる。子供が3人おり、孫もいる。夫は大学で教鞭をとっている。2017年12月28日に死去。77歳坊津。ありがとうございます。